おはようございます。8月の11日ですね。気温が40.7、湿度42%、室温が25.9で、湿度49%ですね。今日はちょっと涼しい感じですね。素直に、ちょっと涼しい感じですよね。ただ、ちょっと涼しいっていうのは昔だったら涼しくはないんですけど、あまりにも暑いのが続いてるんで、ちょっと気温が下がるだけで涼しく感じますね。はい、今日もコロンビアです。9番で弾きました。はい、今日の質問ですね。加水しても風味がしっかり抽出される、つまり思っているよりも少量の成分でコーヒーの味が左右されるのですか、ということなんですけど、これそういう理屈ですよね。松屋敷自体が、そういう理屈ではあるんですけど、それどん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 やっていくとどうなるかというと、すごい細かい粉で、ある程度均一な粒度が作れるという前提で、どんどん細かくしていって、まずは、コーヒーの重さ211.4ですね。はい、穴掘ります。今日もドリップダラー、ドリップダラーでも、ちょっと、多く出る方のやつを使いますかね。本来は500の方を使った方がいいんでしょうけど、たまたま300の方で何回も、お湯を、入れてやってみたいと思いますね。はい、いきます。真ん中を揺さして、この蒸らしの途中で止めるのはあんまりいいことではないですが、お湯がなくなっちゃったらしょうがないですね。1分55、379.8、
はい、3分間蒸らしましょう。今日の質問、加水しても、風味がしっかり抽出される、つまり思っているよりも少量の成分でコーヒーの味が左右されるのですかって。まあ結局はこれって、旨味と雑味の分離の話を、質問だと思うんですよね。コーヒーの、粒度をものすごく小さくする、まあエスプレッソのような小ささまでしたとします。でその状態でものすごく粒度が均一にすることによって、ある程度の隙間ができ、お湯が普通にドリップで、通るとする、つまり、泥みたいにもう通らないぐらいに細かくて、詰まってしまうような状態ではなくて、とりあえず最低限お湯が通る状態が作られたとしますよね。そうするとものすごく濃く多分出てくると思うんですよ。でものすごく濃く、出てくるのが、例えば、今松屋式っていうのは人数分の半分ぐらいでやめて薄めるっていうやり方をするんですけど、あれは人数分の半分ぐらいのところで、旨味と雑味の分離が起きるような状態の粒度を作ってるだけですよね。つまりそれがどん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 細かくしていくっていうことは、前の方にものすごく濃いのがもっと濃厚な状態で出てくるわけで、もっと濃厚な状態で出てきたら当然、雑味は溶けないわけだから、雑味が溶けるのはそのもっと濃厚な部分が、例えば3分の1のところで、濃厚な部分が終了して、薄い色が薄くなってくる状態になったとしたら、多分、そこから、そこでやめて薄めるっていうことは可能になってきますよね。つまりどん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 、じゃあ濃くしていけばいいのかって言ったら、濃くしていくっていうことは、ものすごく前の方にうまみっていうのが凝縮されるんで、まあ、濃厚な部分を作るっていう点ではすごくいい方法ではあるんですけど、今度は分離という、部分が難しくなりますよね。その点、まあ、松屋式みたいに半分ぐらいにのとこに分離が収まるように粒度を調整していった方が多分楽は楽なんですよね。ただ、現実にそれをどん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 、粗さを調整してうまみがもっと後半まで、こうなんつうんですかね、抽出がもうちょっとこう薄く出て、うまみと雑味の分離が後半の方へどん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 移動していったら、基本的にはあれですよね、いわゆる、薄めるというやり方をしなくて、あ、しまった、やっちゃいましたね、測るのを忘れましたね。まあ今更だからもう諦めましょう。つまり粗さを調整して、後ろの方に、旨味と雑味の分離をこう下げていくとどうなるかというと、普通の入れ方になっていくわけですよ。つまり、普通の入れ方のように最後まで入れて終わりみたいな感じで、薄めるということをせずに、まあ、抽出が終了するようなスタイルになるわけですよね。だから、絶対に薄めなければならない、後半で雑味が出るというふうに、調整してるから、そういうふうにしてるんであって、別段調整を、最後の方まで、旨味の成分が溶け出すんだというふうな調整をしたとしたら、多分これは、普通の入れ方になると思うし、普通の入れ方でやって正しいわけですよね。つまり、
コーヒーの入れ方なんて、意識的にどういう、技法でどういうふうに成分が溶け出すかを、作り手、つまり、コーヒーを立てる側が決めてるわけですよ。つまり立てる側が決めてるっていうことは、立てる側の都合で、どういうふうに、成分が出てくると。だから最後まで、お湯を差すっていうふうに、したいのならば、そのように、いろいろな粒度であったりとか、いろいろ工夫してそのようにやるし、松屋敷のように、人数分の半分ぐらいで抽出が終了するように、意識的にそういうふうにするならそういうふうにやるし、いろいろ、やる側がそういうふうに、自由にコントロールしている。もっと言うとできるわけですよね。問題はそれを、そういうもんですって言われた時に、第三者、つまり、一般の人が、ある意味真に受けて、コーヒーは人数分の半分でなければならないんだというふうに勘違いしちゃうっていうのはちょっと危険が伴いますよね。つまり入れ方ってなのはいっぱいあって、人数分で半分でやるのが正しいわけでも、もしかしたら人数分の3分の1でやめるっていう方法を取る方もいるでしょうし、そこのとこはもう本当は自由で、その人の考えであるというふうに、認識して、その人の考え方を、踏襲して、コーヒーを立てるんだというふうに、本来思った方がいいことで。それをただ単に、真に受けて有名な人がやってるから、それを、信じて疑わずに、そのコーヒーの立て方をやるっていうのは、ナンセンスだし危険ですよね。なぜかっていうと、粒度とかなんかを、その人のように調整をしてなくて、そのただレシピだけを真に受けてやるっていうのは、その状態で、その偉い人がやったものと同じ味っていうのを作るのは難しいだろうなと、僕なんかは見てますけどね。だから最終的にはコーヒーなんてもんは、自分の基準っていうのが存在してれば、いろいろな人の入れ方を見て、この人はこういう意図でこういうことをやってるんだなっていうのは、見えてくるんで、まずはその基準っていうのを、持つことが多分大事なんだろうなとは思いますけどね。で、本来で言えばこんなドリップダラーで、20杯出しをやるっていうこと自体が、正しいか正しくないかって言ったら、こんな少量ずつお湯をかける、ちんたらかけるなんて、つまり、ドリップポットだったら1リットルのお湯が入れてあるので、お湯をこう追加するみたいなことをやらなくてもいいわけですよね。それに対してドリップダラーだと、この量が入ってないんで、何回でも、お湯を入れ直すとか、結構面倒くさいことをやってるわけですよ。これはただ単に実験だからこれはやるけど、普通に考えたらバカバカしいっちゃバカバカしいですよね。その中で一番バカバカしいのは、実験をやってるくせに、実験の途中で、データを取るのを忘れたという、そこが一番間抜けですけど、それはそれでいいでしょう。実際に、この入れ方で、どんな感じにコーヒーが仕上がってるかはちょっと、興味あるので。
このドリップダラの流量って結構いいとこをついていると思います。昨日のドリップダラの、2ミリリットルぐらいの、1秒間に2ミリリットルぐらいの 2cc 流すタイプのものよりも、これ 3cc ぐらい流すんですけど、こっちの方がコーヒーとしては出来がいいような感じしますね。これだとドリップダラ L で、最初から最後までドリップダラ L が大体の、実を言うと、流れる量だったんですけど、今日のドリップダラはだからそのドリップダラ L の量で、流すと結構、20杯出しもそのまんまいけるっていう感じがしましたね。20杯出しの、流量に関して、抽出の部分を、本来はもうちょっと太いお湯を使うことが多かったんですけど、この細さで、抽出しても問題がないという感じがするので、ドリップダラの L、まあ本ちゃんの L ですね、有料のやつを使ってちょっと実験してみたいような気がしましたね。これはちょっと良かったですね。まあ、実験のデータがダメだったっていうか、まあ、計測を忘れた僕が悪いんですけど、まあ、そんな感じでちょっともうちょっと、発展させたい気がしますね。土曜のコーヒー教室、昨日、ドリップポットで松屋式終了いたしまして、次は8月17日ですね、アイスコーヒーの入れ方があります。アイスコーヒーの入れ方、今回2回目なんですけど、1回目と違って、まあ、2回目、もうちょっと、抽出の方を、まあ、きっちりやれるようにいきたいなというふうには思っておりますね。とりあえずアイスコーヒーの入れ方、まだ、あれなんで、人が、まだ、余裕がありますので、よければですね、インターネットを使って申し込んでいただきたいと思います。あと水出しのジョッキ飲みですね。ジョッキ飲み、結構 PR しております。これで熱中症対策に大丈夫というふうに、まあ僕なんかはそれで熱中症対策にいいと思ってますけど、あのカフェインが、いや利尿作用があるから、あのいろいろなものを塩分であったりいろいろなものを排出しちゃうんで良くないんじゃないのっていうふうに考える方もいるでしょうけど、だったらまあ別なジョッキで、アイスコーヒー飲んでその後なんかいろいろなもの食ってしまえばいいんじゃないのっていう、つまり塩分であったりいろいろなものを補給すればいいんじゃないのというふうに、まあ僕なんかは思ったりもします。とりあえず、水出しコーヒージョッキ飲み、推奨しておりますので、よければお試しいただきたいと思います。今日はここまでにします。